ドカン。レーベ。意外と早かったな。もう少しばかり待たされるかと思っていたぞ。まあ、私たちも少しは成長してるってことよ。さすがにあなたのお仲間にはかなり手こずらせてもらったけど言うじゃないか。だが、この検定を彼らと同じには考えないことだ。正面からの対決において俺を凌駕する者はそうはいない。たとえ S 級遊撃士や蛇の人といえどな自信満々やんか。あなたの強さは嫌というほど分かってるわ。でも私たちも理由があってこんなところまでやってきた。輝く輪による異変を止めて混乱と戦火を防ぐために、たくさんの人たちに助けられて私たちは今ここにいる。だから聞くつもりはないわ。理由としては悪くない。だがヨシア、お前の理由は違うようだな。え？お見通しみたいだね。僕は自分の弱さと向き合うためにここまで来た。あの時姉さんの死から逃げるために自分を壊したのも、教授の言いなりになり続けたのも、全部僕自身の弱さによるものだった。それを気づかせてくれた人に報いるためにも、大切なものを守るためにも、僕は正面からレーベや教授に向き合わなくちゃいけないんだ。ヨシア、巣立ちの時か。もうカリナの代わりに心配する必要もなさそうだ。これでようやく手加減する必要はなくなった。本気で行かせてもらうぞ。ちょっとどうしてそうなるのよ。ヨシアのことを心配しておいてどうして。いいんだエステル、覚悟を決めただけではレーベは納得してくれない。その覚悟を貫き通せるだけの力が伴っていないとダメなんだそういうことだ。俺にも俺の覚悟がある。もしお前たちの覚悟が俺のシェラを上回っているのなら、力を持って証明してみるがいい。うん、望むところよ。ま、湖畔でエステルちゃんを連れ去られた時の狩りもあるしな。全身全霊を込めて挑ませていただきます。We'll be right back.
切れるかな。せい。
もう僕は逃げる。セーフ！ハンドブレイド！はっ！Yeah!
戦闘終了。先に進もう。正義は勝つ。いやね。よかった。これで。なかなかやるが、俺の修羅を止めるほどではない。どうして?所詮お前たち遊撃士は、人を守るだけの存在だ。断りに至りでもしなければ、修羅に届く道理はない。小手調べはここまで。そろそろ全力で潰してやろう。だったら、レーベ。ここから先は、僕一人で挑ませてもらうよ。ヨシュア?大丈夫、エステル。確かにレーベは強すぎるけど、それでもダメージは効いている。あとは、僕にやらせてほしい。ヨシュア。確かに今の戦闘で俺の機動力はいくらか落ちている。その一点においてのみ勝機があるかもしれないが、それでも勝率は限りなく低いぞ。分かってる。姉さんが救い、教授が繕い、父さんが解き放ち、そして今エステルと共にあるこの魂、遊撃士としての心得と漆黒の牙としての技、その全てを持って検定に挑ませてもらう。いいだろう。来い、漆黒の牙。
るな。ならばこちらも全開で行かせてもらうぞ。どうした容赦。唯一勝るスピードを生かさずにどうやって勝機をつかむつもりだ。ねえレーベン、一つだけ答えてほしいんだ。どうして教授に協力してこんなことをしているのか。前にカリン姉さんの復讐が目的じゃないって言ったよね。この世に問いかけるため。それは一体どういう意味なの。大したことじゃない。人という存在の可能性を試してみたくなっただけだ。人の可能性。時代の流れ、国家の論理、価値観と倫理観の変化。とにかく人という存在は大きなものに翻弄されがちだ。そして時にその狭間に落ちて身動き取れぬまま消えていく。俺たちのハーメル村のように。この都市にしても同じことだ。かつて人はこうした天井として満ち足りた日々を送っていたという。だが大崩壊と時を同じくして人は楽園を捨て地上へと落ち延びた。そして都市は封印され、人々はその存在を忘れてしまった。まるで都合が悪いものを忘れ去ろうとするかのようにな。真実というものはたやすく隠蔽され、人は信じたい現実のみを受け入れる。それが人の弱さであり限界だ。だが輝く輪はその圧倒的な力と存在感を持って人に真実を突きつけるだろう。国家という後ろ盾を失った時、自分たちがいかに無力であるか、自分たちの便利な生活がどれだけ脆弱なものであったか。そう、自己欺瞞によって見えなくされていた全てをな。それをみんなに思い知らせるのがレーベの目的ってこと。そうだ。欺瞞を抱える限り人は同じことを繰り返すだろう。第二第三のハーベルの悲劇がこれからも起こり続けるだろう。何人ものカリンが死ぬだろう。俺はそれを防ぐために見喰らう蛇に身を投じた。そのためには修羅と化しても悔いはない。欺瞞じゃないか。何？僕も弱い人間だから。レーベの言葉は胸に痛いよ。でも人は大きなものの前で無力であるだけの存在じゃない。10年前のあの日、僕を救ってくれた姉さんのように。そのことにレーベが気づいていないはずがないんだ。あんなにも姉さんを大切に思っていたレーベが。だったらやっぱりそれは欺瞞だと思う。
カリンは特別だ。あんな人間がそう簡単にいてたまるものか。だからこそ人は試されなくてはならない。弱さと欺瞞という罪をあがなうことができるのかを、カリンの犠牲に値するのかを。だったらそれは僕が証明してみせる。姉さんを犠牲にして生き延びた弱くて嘘つきなこの僕が、エステルたちと出会うことで自分の進むべき道を見つけられた。レーベのいるここまでたどり着くことができた。人は人の間にある限りただ無力なだけの存在じゃない。勝負ついたみたいやね、ヨシアさん。俺に生じた一点の隙に全ての力を叩き込んだか。まったく呆れたやつだ。検定が剣を落とされたのではどんな言い訳も通用しないだろう。素直に負けを認めるしかなさそうだ。やったー、すごい、すごいよヨシア。あの検定に勝ったんだよ。しかも剣だけを弾くなんて。そうでもしない限り万に一つの勝ち目もなかったからね。なるべく相手を傷つけずに無力化することを優先する。父さんに教わった遊撃士の心得が役に立ったよ。そっか、なるほどな。教授に仕込まれた技術と剣聖から教わった心得、その二つを使いこなせば俺が破れるのも道理か。レイベン、俺は人という存在を試すために見食らう蛇に協力していた。その答えの一つをお前が出した以上、もはや協力する義理はなくなった。そろそろ抜ける頃合いかもしれないな。よかった、本当によかった。レーベが戻ってきてくれた。あ、おい、父さんに引き取られてからもずっと気にかかっていたんだ。声や顔は覚えてるけど誰なのか全然思い出せなくて、やっと思い出せたと思ったら敵として立ち塞がっていて、ずっと不安だったんだ。そうか、なんだかすごく仲がいいんですね。羨ましい。ちょっとクローゼ、そこで顔をあからめないでよ。ヨシア君も可愛いところあるやん。俺もあんな弟が欲しかったわ。あのね、ケビンさん、
ごめんエステル、なんだかはしゃいじゃって。まだ何も解決してないのに。ヨシュア、もうそんなことでいちいち謝らなくていいわよ。久しぶりの仲直りなんでしょ。いっぱいお兄さんに甘えなくちゃ。甘えるって。エステル・ブライト、お前には感謝しなくてはな。え？レンといい、こいつといい、俺にできなかったことを軽々とやってのけたのだから。そして様々な者たちを導いてここまでたどり着いた。本当におかしな娘だ。なんか全然感謝されてる気がしないんですけど。クローディア姫、いや王太女殿下だったな。上級で俺が言った言葉、今でも覚えているかな。国家というのは巨大で複雑なオーブメントと同じだ。あの時のあなたの言葉、今ではこの上なく真実に思えます。でもそうした仕組みだけが人の世のあり方ではないと思うんです。私は探してみたい、あまたの巨大な歯車が稼働する中でも人が人らしくいられる世のあり方を。甘いとおっしゃられるかもしれませんが、そこまで思い至ったのなら俺ごときが口出すまでもない。その誇り高き決意に敬意を表させてもらおう。ありがとうございます。それと、ん？俺の顔に何かついとる？いや、ケビン・グラハムと言ったな。ルフィナという暴眼使いの女を知っているか？あんた、どこでその名を？やはり聖杯騎士だったか。数年ほど前にある一件でやり合ったことがある。その時は見事に出し抜かれたが、未だ双剣でいるのか？いや、あいにくやけど事故で亡くなったで。4年くらい前のことや。そうか、惜しい女を亡くしたものだ。誰のことなんだろう。そういえばどうしてレーベはここにいたの？まさかこの魔法陣みたいなのが輝くわってことはないわよね。いや、これは単なる光学術式だ。根源区画より送られた力を奇跡に変換するためのだ。根源区画、そこに輝く輪があるんだね。ああ、この中枢塔はいわば輪の力を都市全域に伝えるためのアンテナ兼トランスミッターにあたる。その直接的な影響範囲はおよそ半径1000セルジュ。端末であるゴスペルを中継すればリベールはおろか大陸全土にも影響を及ぼすことができるそうだ。でもないわね。それじゃあ異変を止めるには根源区画にある輝く輪をどうにかする必要があるのよね。そういうことだ。だが輪はそう簡単にどうにかできる代物ではない。アーティファクトの一種らしいが、自律的に思考する機能を備え、異物や敵対者を容赦なく排除する。1200年前、和を異次元に封印したリベール王家の始祖もさぞかし苦労させられたそうだ。そしてお前たちはその苦労に加えて白面も相手にしなくてはならない。当然そうなるだろうね。でも
レーベが協力してくれたら教授にだって対抗できる気がする。こいつめ、俺がついてくるのを当然のように当てにしてるな。仲直りしたようで結構だ。しかし少々打ち解けすぎではないかな。ごきげんよう。見事試練を乗り越えてここまでたどり着いたようだが、こういうルール違反は感心しないな。何がルール違反よ。私たちは正々堂々と執行者たちと戦ったわ。そしてヨシアはレーベとの勝負に勝った。変な言いがかりをつけるんじゃないわよ。まだまだ今回の計画の趣旨に気づいていないようだね。結社に属する者は皆それぞれ何らかの形で名手から力を授かっている。そのような存在が君たちに協力してしまったら正確な実験は期待できないだろう。実験？まさか僕たちがここに来たことすら計画の一部だったというのか。幾分私の趣味は入っているがね。少なくとも計画の趣旨の半分を占めているのは間違いない。復員計画、輝く輪を手に入れるだけの計画ではなかったのですか。すべては名手の意図によるもの。その意味ではヨシア、君も実験の精度を狂わす要素だ。非常に申し訳ないが、そろそろ私の人形に戻ってもらうよ。深層意識の最下層に仕込んどったやな。確か君は騎士団の新米だそうだね。ならば見当はつくだろう。私の絶対暗示がどのような術であるのかを。ヨシア、嘘だよね。ねえ、こっちに戻ってきてよ。お願いだから、そんな目をしないでよ。無駄なことはやめたまえ。かつて私は壊れたヨシアの心を修復するのに絶対暗示による術式を組み込んだ。その時に刻んだスティグマが未だ彼の深層意識に眠っていてね。その影響力は大きく、働きかければたやすく身体制御を奪い取ってしまう。そんな。ああ、ちなみにヨシアの肩にある紋章は入れ墨ではなくてね、私が埋め込んだ聖痕に対するヨシアのイメージが現出したものだ。記憶が戻ったのと同時に現れたから、彼もさぞかし不安に思っただろうね。
嘘だったんだ。ヨシアを散々苦しめた挙句に自由にしてやるって言っておいて、それすらも嘘だったんだ。別に嘘は言っていないさ。君と共にヨシアがこんなところまで来さえしなければ、私もここまでしなかっただろう。すべては君たちが選んだ道というわけだ。ふざけんじゃないわよ。あんたなんかに私たちの歩いてきた道をとやかく言われたくなんかない。ヨシアを操ったからって今さらへこんだりするもんですか。あんたなんかぶっ飛ばして絶対にヨシアを取り戻すんだから。そう来なくては。だが私もこれから外せない大切な用事があってね。根源区画で待っているから、ぜひとも訪ねてきてくれたまえ。でもどうすれば根源区画っちゅうところに。奥にある大型エレベーターを使え。レーベ、よかった、無事だったんだ。奥にあるエレベーターって、まさかあの大きなプレート。我が眠る根源区画に降りることができるはずだ。急げ、もう時間がない。わかった。アルセイユを撃墜した。ワイスマンめ、俺の機体以外にも用意していたのか。さすがに簡単には通してくれなさそうやね。なんとかして切り抜けないと。ならばここは我々が引き受けよう。それにミュラー少佐まで、みんなもどうしてこんなところに。アルセイユの修理がそろそろ完了しそうなのでね。動けるものを集めた上で加勢しに来たというわけだ。わしはおまけじゃが、こりゃすごいところに来たの。ふふ、言っとくけど僕たちも忘れないでよね。ま、山猫号の修理もそろそろ終わる頃合いだからな。お前さんたちの様子をちょいと見に来たってわけさ。そっか、話は後だ。ここは俺たちに任せとけ。お姉ちゃんたちはヨシアお兄ちゃんのところに早く行ってあげて。みんなありがとう。行け、エステル・ブライト。その輝きを持ってヨシアを取り戻すがいい。行くぞみんな。二手に分かれて撃破する。
さかエレベーターシャフトだったなんて。一体どこまで降りるんでしょう。どうやら中枢島の高さよりもはるかに深い縦穴みたいや。浮遊都市の中心部まで降りるのかもしれんな。エステルさん大丈夫です。ヨシアさん最後まで一緒に歩くって約束したんですよね。だったらきっと元に戻ってくれますから。クローゼありがとう。そうだよね、約束破るやつじゃないし。それに私たちを差し置いてあんなメガネ男の好きなようにさせてたまるもんですか。乙女のパワーで取り戻そう。え？その息や。何この音。まさか。これは覚悟を決めるしかなさそうね。ああ気合を入れるしかなさそうや。みんなよ。ジーク、お願い。そこや。はあ、ほら、これでも食らえ。ダメや。まだまだいけるわ。
なんとか終点までたどり着けたわね。ここが根源区画なのかな。ああ、凄まじい力が奥の方から流れとる。どうやら間違いなさそうやね。では、ヨシアさんと輝く輪はこの先に。多分、これが最後の戦いになると思う。輝く輪を何とかして、異変を食い止めるためにも。あの白面から、ヨシアを取り戻すためにも。二人とも、最後の力を私に貸して。はい、及ばずながら。任せとき。Thank you.